そうな相手だ。さあ、行くぞ。これは禁令持ちのセルルト城。また平民の小僧と騎士気取りの遊びをしているのか。遊びではない。私たちは課外授業として貴殿の資料地に侵入した獣を討伐したまでのこと、そして学院から命じられた獣の討伐は済ませた。早急に失礼させていただく。待て。まだ何か。資料地への侵入は致し方あるまい。だが無断で獣を狩ることは許すわけにはいかぬ。無断で獣を？先ほども申した通り、私たちは獣の討伐を命じられてここへ来たのだが。それは本当にこの獣だったのか？どういうことだ？私は今朝から狩りのためにこの獣を追っていた。お前たちの狙っていた獣は別の個体ではないのか？何？つまり貴様らは私が追っていた獣を間違えて討伐したのではないかと聞いている。いや、私たちは断じてそんなことはしていない。どこに証拠がある？貴様らは私の狩りを妨害し獲物を殺したのだ。謝罪を要求する。セルルト、リーナ先輩、一度衛兵隊に戻って確認を取りましょう。そうですよ。たとえ僕たちが間違っていても、わざと貴族の狩りを妨害したわけではありませんし。まあそれでも構わん。しかしその前に言っておかねばならないことがある。四頭以上の貴族である貴様に貴族採決権を行使することはできぬが、かつて皇帝の反感を買った家の者が他の貴族との間にわだかまりを作ることになる。なんなら本件を次の議会にて皇帝に進言しても良いのだぞ。また禁令持ちの一族が盗みにも似た非礼を働き、自らその名を泥に汚そうとしているとな。分かった。どうすればいい？頭を下げよ。三頭借子ともあろう娘が自身に尊敬の目を向ける平民の前で頭を下げるその姿が見られるのであれば許してやる。おい！ダメだよキリト。相手は上級貴族だ。反論すればどんな手を使ってくるかわからない。構うもんか。たとえ状況が悪化してもリーナ先輩を助けずにいつか後悔するよりマシだ。キリト、リーナ先輩、頭を下げる必要なんてない。俺たちが間違っているかもしれませんけど、こいつらの主張が正しいかもまだわからないんですよ。この私が嘘をついていると？そこまでは言っていないですよ。ただリーナ先輩を脅したのは事実だ。脅しだと？キリト、やめろ。あんたは貴族という身分とセルルト家の過去を使ってリーナ先輩を恥ずかしめたいだけだろ。無礼な奴め。貴様が資料地の民であったら貴族採決権で。貴族採決権を使えればどんな罰を与えるつもりなんだ？そうだな、
貴様が修剣学院の生徒であるならば、やはり剣による立ち合いで教育を施してやるだろう。なら受けて立つ。なんだと？キリト？懲罰権や貴族採決権が行使されなくとも、双方の合意があれば一本選手試合が認められるはずだ。ああ、その通りだ。では貴様は立ち合いに同意するのだな？もちろんだ。キリト、なぜ自ら罰を受けるようなことを？リーナ先輩、勝手なことをして迷惑をかけてすみません。でも俺は家柄の都合なんかでリーナ先輩の誇りが踏みにじられることに耐えられない。だから俺は身分なんて関係のない純粋な立ち合いでリーナ先輩に教わった剣技を使い、一人の剣士としてあいつらに勝ちたい。キリト、お前は本当に無鉄砲でしょうがないそば好きだ。だが私はお前を信じている。あやつらにたやすく食われるような剣士ではないとな。それに私に約束したことを忘れてはいないだろう。ええ、俺の全てを先輩に見せると約束しました。状況は変わってしまったが、ここで見せてくれ。お前の持てる力と技の全てを解き放ち、あやつらに勝て。ええ、初等練士キリト、約束を果たしてきます。では平民の小僧、準備はいいな？ああ、いつでもいいぜ。ジェネレートメタリックエレメント、ディスチャージ。つけやがれ。なぜここまでの剣を？どうする？まだやるか？言っておくけど、あんたがバカにしたそこのソルティリーナ・セルルトは俺なんかよりもずっと強いぜ。禁令持ちのセルルト家がそこまでの剣を？立ち合いはこれにて終了とする。お前たち帰る。危なかったな。キリト、勝ったぜ。ユージは全くヒヤヒヤしたよ。キリト、切られたと思ったぞ。ねえ、俺もそう思いました。この大バカ者め。